はいどうも、ショイ TV です。はい、本日はですね、2021年の年末に行われましたバーサスディッカーズさんとの試合をお届けします。本日は元女子プロ野球選手三上さんと女子公式クラブチーム侍の金城選手も撮影後に一緒にショーヘイズ参加してくれました。どんな試合になるか楽しみです。本日はクリッチのスタメン発表です。1番指名打者は俺、ライト金城さん、はい、オッケー、上げー、3番セカンド三上さん、はい、4番ファースト翔平さん、はい、5番センター田島さん、はい、6番ピッチャー石川さん、はい、7番 DH 山内さん、はい、8番ショート田中さん、はい、9番レフト淵本さん、はい、10番サード広瀬さん、はい、ラストバッター良平さん、よっ、以上でいきます。絶対勝ちましょう。やばい、それ声出しんだけど、翔平で今年最終戦ということなんで、まあ素晴らしい野球納めにしていきましょう。再開しょう。はい、クリッチね、本当にムードメーカーなんでね、みんなを盛り上げてくれます。それでは試合いきまーす。バッターは1番指名打者クリッチー。さあやってまいりました、翔平対ディッカーズさんの試合です。先頭はクリッチです。まず変化球を見逃してストライク。さあ先頭のクリッチ、バットをめちゃめちゃ短く持っております。はい、これね、打ちました。さあ行方はセンターフライとなります。しかしね、ここ最近クリッチはどんどん成長しております。続いては女子公式チーム所属の金城さん。はい、まずね、低めのボールを逃して内線です。さあキンキン打てるか。はい、これね、はい、打ちました。カキーンって打ったんですが、高々と上がりレフトフライとなりまして、ツーアウト。早くもツーアウト。そして3番セカンド三上美穂。3番バッターは元女子プロ三上さん、注目の第1打席目です。構えとね、待ち方とね、この間が素晴らしいですね。さあフットガードもね、アクセフベルガードさんのを使っております。素晴らしい。はい、これね、ちょっと高めの変化球ですね。ボールです。はい、はい、これ高めね、また見逃して、もう選球眼素晴らしいですね。はい、甘い球狙っていきたいですね。そして女子プロ時代のユニフォーム37番をショーヘイズでも背負っております。はい、こちら高々と上がってね、ありがたいね、風がありましてね、ファールとなります。さあ2ストライク2ボール2アウトです。ランナー出塁すれば翔平 TV に回りますので、さあどうなるか。投げました。はい、カギーンといい当たりです。素晴らしい、いいライナー。しかしファースト取って、これはギリギリで惜しくもアウトになりましたが、素晴らしい、いいプレーを見させてもらいました。そして今回は翔平の攻撃のシーンをお送りしております。4番ファースト翔平 TV。 さあ2回の表、4番翔平からです。はい、画面を見逃してね、まあ、チャンスを作りたいですね。さあノーストライク3ボールになりまして、これでフォアボールとなります。ナイス戦です。5番センター田島俊也。さあノーアウトランナー1塁でバッター田島さん、しかしボテボテのショートゴロ、これがショート送球をして、これがエラーとなりまして、セーフ、オールセーフでノーアウトランナー1、2塁となります。ここでチャンスです。さあ打てるか石川くん。6番ピッチャー石川翔一郎。今年 SWBC ジャパン A にも選ばれた石川くん、四球となりまして、これでノーアウト満塁の大チャンスとなります。7番指名打者山内稔。
さあ皆さん知ってますでしょうか、山内くん翔平 TV がね YouTube を始めてすぐぐらいにね出演してくれました。イケメンサウスポーの山内くんです。以前イケメンサウスポーのカーブの動画を出したんですが、それがまさかの日テレの深夜番組の羽鳥さんや福澤さんが出ているクイズにまさかのその動画が使われました。はい、これ追い込まれて空振り翔平出ちゃってね、まさかこれでね大井さんにアウトにされてしまいました。残念でした。さあ何としてでも1点欲しいところ、田中正よろしく。8番ショート田中正彦。さあワンツーになって、ここでねバッテリーエラーが発生しました。これでツーアウトランナー2、3塁となりまして、またまたチャンス拡大です。田中正くん打てるのかどうなんだい。はい、これねフォアボールを選び再び満塁となりました。ツーアウトランナー満塁。9番レフト内マット。カキンとねすごい打球打ったんですよ。バーン打ったんですけど、サードの大井チャンネルがまさかのね綺麗にさばきましてアウトとなりまして、チェンジでした。そしてこの後2点加えられ0対10となりました。そして先頭のヒロトが反撃を仕掛けます。10番サードユーポーチャンネル翔平 TV ヒロト。さあ YP の相方 DKPN ですね。はい、 DKPN サードゴロ、また大井くんがさばきましてアウトとなりまして、ワンアウト。そしてラストバッターは良平ちゃんです。11番キャッチャー南橋良平 TV。さあ良平といえば南橋、南橋といえば良平、その異名を持つ良平ちゃん。はい、さあ振りましたね今ね、カキーンとゆっくりとしたねスイングしました。それはレフトフライとなりまして、バッターは、はい、そしてクリッチですね、先頭クリッチ、もう一回打ってほしいですね。相変わらずすごい短く持っています。両腕につけてるのはセラミックパワーギアとのこと。めちゃめちゃセラミックパワーギア好きのようですよ。はい、追い込まれてねこちらね見逃してしまうんですね。これがストライクとなりまして、まさかね尻餅をつきます。なぜそこで尻餅をついた、すげえ時差でねみんなえってなってました。はい、さあ4回になりました。ここがね奇跡の4回です。はい、バッターは金城さんです。さあ試合前にですね三上さんと金城さんと2番3番4番でね受けばねいいですよって3人で1点返しましょうなんて言ってたんですけど、まあ、僕はね3点返す気でいるんでね。はい、さあ先頭の金ちゃん出るか、ネクストで三上さんも見守っていますよ。さあはい打った、カキーンとカキーンと高々上がりましたが、これはサードゴロになります。3番風がねしょうがないですね。三上美穂。さあここでね2打席目ですね、三上選手打ってほしい。先ほどファーストゴロ、今回は打てるか注目です。はい、高め外れてボール。さあ打てるか、ワンボールです。そこからのはいね強振、これね強振です。ナイスインです。ワンワンですね。さあみんなが期待しております。さあこの後ツーツーになりまして、お次のボール、はい、これなんだろうな、チェンジアップかな、外れてボール。これでフルカウントになります。ワンアウトランナーなし、フルカウントです。出ればね僕が返しますんでね。はい、これねファールで粘ります。素晴らしいね粘りね、大井くんのような感じですかね。素晴らしい、もう選球眼もねバットコントロールも素晴らしいんでね。そしてこれねはいボールでつなぎました。これでねワンアウトランナー一塁です。そして4番の翔平 TV。 さあ試合前にですね翔平さんに返してもらうんでみたいな、失礼するんでなんて言ってたんで、これでもうね一発目からね打ってやろうっていう気でいますんで、はい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 、予告通りのフルスイングでホームラン級の打球がレフトを軽々越えて1番2番で奥の遠いネットを当てまして、翔平は全力疾走、三上さんは生還、
翔平はねまだまだ走りますよ。はい、三塁まで行ってスリーベースとなりましたね。最後まで諦めが大事ですね。はい、そして試合は18対4で負けましたが、三上さん、金城さん参加してくれてありがとうございました。ディッカーズ皆さんもありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。